奈良時代は日本の歴史の時代区分の一つで平城系にとが置かれた時代で平城時代とも言う。元号による時代区分では天平時代とされる。日本仏教による鎮黙国家を目指して天平文化が花開いた時期とされる。講義では710年に元明天皇によって平城系に千としてから794年に漢武天皇によって 平安京に戸が移されるまでの84年間。教義では、同じく710年から784年に、漢武天皇によって、長岡京に戸が移されるまでの74年間を指す。奈良の戸の異名を持つ平城京に戸が置かれたことから、奈良時代や平城時代という。740年から745年にかけて、聖武天皇は、国京、南馬京、がらき宮に、 それぞれ短期間であるが旧都を移したことがある。藤原富人平城系遷都には藤原不人が重要な役割を果たした。平城系は中国の都庁案を模したと造営したとされる。政治家や官僚が住民の大半を占める政治都市であった。平城系の遷都に先立って選定、施行された大法律令が日本国内の実情に合うように、 他方面から変更されるなど、試行錯誤を行い、律令国家、天皇中心の先制国家、中央集権を目指した時代であった。また、天平文化が花開いた時代でもあった。710年に、とは、平常京に、遷都。この時期の律令国家は、戸籍と慶長で人民を把握すると、祖、伊佐を、と軍役を課した。検討使をたびたび送り、 東をはじめとする大陸の文物を導入した。全国に国分寺を建て、仏教的な天平文化が栄えた。古事記、日本書紀、万葉集など、現存最古の史書、文学が登場した。この時代、中央では、清掃が多く起こり、東北では、江戸との戦争が絶えなかった。皇位は、天武天皇と児童天皇の直系子孫によって、継承されることが理想とされ、 天皇の神聖さを保つ観点から、近親婚が繰り返された。その結果として、天武天皇と地頭天皇の直系の巫女の多くは、病弱であり、相次いで早死にした。そのような天武、地頭の直系子孫による、皇位継承の不安定さが、発世紀における様々な清掃を呼び起こし、結果として、天武、地頭の直系の断絶、自戒へとつながった。 政治的には、710年の平城桶遷都から729年の長屋王の変までを、前期、藤原四兄弟の宣言から764年の藤原中丸の乱までを、中期、聖徳天皇及び、道教の失政以降を後期に細分できる、奈良時代の前半は、京武新能らが先術し、701年に完成、施行された大法律令が、基本法であった。 718年、藤原夫人らに命じて、養老律令を新たに選定した。軸の修正などが主であり、根本は大法律令を基本としていたが、その思考は遅れ、757年、藤原中丸主導のもとにおいてであった。天皇系図第38から50代律令成果の天皇には以下のような権力があった。貴族や、 官人の官職及び理解を開廃する権限、両下官の設置権、官人の上位及び、任用権限、護衛府や軍団兵士に対するすべての指揮命令権、財刑法定主義を原則とする律の刑罰に対して、直断権と代謝権、外国の使者や外国へ派遣する使者に対する招諾の、使用などの外交権、行為継承の決定権などである。六十二年頃、大海の三船は、 歴代天皇の官僚志望を先進した。これによって、天智天皇もしくは天武天皇の時代に創始されたと考えられる。天皇号は、それ以前に遡って追放された。大法律令の制定によって、律令制国家が出来上がった。中央官制は、二官八将と団状大と五 F から構成されていた。地方の行政組織は、国、軍、里で統一された。 里は後に里とされた。さらに、道政として、紀内と東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道の七道に区分され、その内部は六十六国と一期島、津島島の二島が配分された。軍団は各国に配置され、国士の管轄下に置かれた。また他と、民は国家のものとされる高知公民性を取り入れ、 戸籍により、反電が支給された。税は、蘇行帳と雑役から構成されていた。742年打財布を廃止。翌年、畜死に鎮税府を置いたが、745年には、打財布が復された。東北地方では、多賀城、出羽作等が設置され、江戸政等と開発、入植が進められた。律令国家は、高度に体系化された。 官僚組織を維持するため安定した税収を必要とした。一方、日本の律令に規定された反電収授の方には開墾伝の扱いについての明確な規定がなかった。そのため、長屋王を中心とする朝廷は722年に両伝百万長部開墾計画を立て、計画遂行を期して723年には電磁開墾を促進する三世一新法を施行した。 この方では、新しく考え施設を作って開墾した者は3代の間、元からある池水を利用した者は、本人一代に限り、墾田の保有を認めた。農民の墾田意欲は、必ずしも向上せず、墾田も思いのほか進まなかったため、743年、立花処刑政権は、さらなる墾田促進を目的とした、墾田永年資材法を施行した。これは、 国司に申請して、開婚の許可を得て、一定期間内に開婚すれば、一定限度内で伝授の永久自由を認める、ものであった。両法令は、高知公民性の基盤を覆す性格を持ったことは、確かだが、同期としては反伝を確保することによって、律令体制の立て直しを図ったものであったことも、事実である。開婚を行う視力に恵まれた貴族や豪族、 自社の土地所有は以語増加の一途をたどった。特に大貴族や大寺院は広大な土地を囲い込み、一般の農民や不老人を使役して、私有地を広げた。これが、荘園の起こりであるが、租税義務の伴う輸送伝を主とするものであり、初期荘園と呼ばれる。元明天皇即位の翌年にあたる708年、正月、武蔵国が自然道を献上したのを機に、 和道王と改元され、翌2月には、貨幣の中造と都の城の建設が開始された。2月11日、抽選を司る祀戦事が置かれ、2月15日、平城戦との御事のりが出された。平城系の復元模型、平城戦との章によれば、神とは、宝魂、平城の地、四金かノーズ、とあり、詩人相応の地が選ばれた。藤原系は、 南から北にかけて傾斜する地形の上に立地し、藤原宮のある地点が、軍神の居住する地より低く、進化に見下ろされる場所にあったのが忌避されたとみなされることもあり、また、現実問題として排水が悪いなどの難点とも、なった。しかしそれだけではなく、藤原系は、党との交流が途絶えた時期に作られたため、古い書物に基づいた設計を行ったと考えられ、 当時の中国の都の城と比しても類例のないものとなっていた。実際には三十数年ぶりに帰国した検討使の淡田正人が調整に加わってこれらの問題が明らかになり、また、党の文化や国力、首都長安の異様や繁栄などを報告したことが藤原慶都長安との差がかけ離れていることを自覚することとなって、戦闘を決めた要因となったと考えられるのだ。 その根底には、壮麗な都を建設することが、外国施設やエゾ、ハヤトなどの辺境民、そして地方豪族や民衆に対して、天皇の徳を示すことに他ならず、国内的には、中央集権的な支配を確立するとともに、当位の省、中華帝国を目指したものに他ならなかった。9月。 元明天皇は自ら平城の地を視察し、造平城教授の長官ら17名を任命。10月には、伊勢神宮に直視を派遣して、新都造営を告げ、11月、平城宮予定地のため移転させられる民家に穀物、布、を支給、12月には、自鎮祭を行い、造営工事を開始した。この年、戦闘を主導した藤原富人は、正任位。 右大臣に進み、不妃との五歳、兼、犬飼道夫は、女帝の大上祭において、坂月に浮かぶ立花と共に、立花の宿根の生を賜った。地名や職将に関わる名が、一般的な中で植物の名を使命とするのは、稀有なことであり、彼女の生んだ巫女たちは立花を名乗って、立花の死の実質上の祖となった。なお、これにより、 立花処刑と解明した、桂木の王と、後に皇后となる皇妙子とは、三千代を母とする、岐阜同母の兄弟にあたる。復元された、平城宮第一次大極殿、平城系の造営工事は、極めて短期間のうちに遂行された。工事着工後の1年4ヶ月後の和道3年3月には、平城遷都が決行されたが、このように急ピッチでの遷都が可能であったのは、 寺院も含めて、建物の多くが、藤原系からの一区だったことによる。近年の知見では、新と平城系の規模は、旧と藤原系とほぼ変わらず、むしろ、藤原系の方が広いぐらいであり、長安城に比較すれば4分の1程度に過ぎなかった。平城系の特色としては、下京という左京からの張り出し部分を設けたことで、完全なくではないことである。下京は、 むしろ今日の奈良市の中心街となっている。平城系に所在する建物は、東風建築のみならず、掘った手柱で、板敷きの高床建築で、屋根は、日和田ぶきという前代よりの伝統的な、日本風建築も多かった。和道海賃銀泉都の城の造営は短期間に進められたが、貨幣の中造のスピードも速かった。七百八年二月に再出戦時が置かれ、 同年5月には早くも、和道開鎮の銀線、同じく8月には、銅線が発行されている。銀線の発行が早かったのは、協力貨幣としての銀の通用の伝統があったためと、見られる。平城系が、自動天皇期の藤原系の発展系であったのと、同様、和道開鎮も、また不本線の発展系であり、また、党の戦果に習ったものであった。 戦火は、新都の造営に雇われた人々への支給船など、旧都造営費用の支払いに利用され、政府はさらにその流通を目指しては同4年10月に、一定量の銭を蓄えた者に異界を与えるとする、畜戦所異例を発したものの、計、機内を中心とした地域の外では、稲や布などを物品貨幣とする交易が広く、行われていた。畜戦所異例は一種の売館制であり、 かえって貨幣の思想が進み、円滑な貨幣交換が妨げられることがあった。政府は、この後も、同線の中蔵を続け、10世紀の権限大法まで12回に、渡り、国家的に戦火の中蔵は行われた。これを、校長12戦という。一方で、市中戦金指令が、和道開鎮中蔵と同じ和道元年に出されている。役人が、 異界獲得を目的に、市中戦を製造しないよう、市中戦製造に対しては、下に剥奪、残の罰が加えられた。この時代の初め、中富の鎌足の息子、藤原富人が現れて、政権を握り、律令制度の確立に力を尽くすとともに、皇室に接近して、藤原氏発展の基礎を固めた。富人氏後に政権を担当したのは、高市美子の子で、 天武天皇の孫にあたる長屋王であった。彼は右外人に上って献政を誇ったが、その前後から負担に苦しむ農民の不老や逃亡が増え、社会不安が表面化したため、政府は財源確保のため723年には三成、一新法を施行して開墾を奨励した。不との娘、藤原都を母とする。 聖武天皇が724年に即位した頃から、不との子、ムチマロ、ふささき、馬界、マロの藤原四兄弟が、政界に進出した。729年、左大臣に上った長屋王に対し藤原四兄弟は、佐藤によって国家を傾けると残訴して、自殺に追い込み、政権を手にした。変の直後、藤原氏は、 不との娘孔明子を進化で最初の皇后に立てることに成功した。その藤原四兄弟が737年に天然痘の流行で相次いで死亡すると皇族出身の橘処刑が下津道牧比や草原坊を参画させて政権を担った。これを不満とした馬会の長男藤原博次は740年牧比らを除くことを名目に 九州で拒兵したが、廃止した。この反乱による中央の動揺は甚だしく、聖武天皇は、山瀬の国、摂津の乱馬、大江のしばらきと点々ととを移した。相次ぐ戦土による造営工事もあって人心はさらに動揺し、その上薬病や天災も続いたので、社会不安は一層高まった。かねてより熱く仏教を信仰していた聖武天皇は、 新吾国家の思想により、社会の動揺を沈めようと考え、741年に国分寺根流の御琴則、743年にはルシャナ大仏像流の御のりを発した。これにより、東大寺大仏が作られ、752年に完成、女帝貢献天皇、聖武大上天皇臨席のもと、盛大な海岸供養が行われた。この間に、 孔明皇后の信任を得た藤原南家の藤原麻丸が台頭、守備中隊を組織して755年には立花諸径から実権を奪い、757年には処刑の小立花ならマロも排除した。仲丸は独裁的な権力を手中に区靴として順任天皇を擁立。自らを東風に笑みをしかつと改名すると、儒教を基本とする。 中国風の政治を推進したが、今度は、後権上皇の寵愛を得た、総道教が頭角を表す。推し活はこれを除くために764年に反乱を起こして廃止した。これにより、純任天皇は廃され、淡路に流された。道教は、やがて765年には、大乗外人前寺、翌766年には、法王となって、一族や、 福神の僧を高官に登用して、献政を振るい、災害時の増流や百万塔の増流など、仏教による政権安定を図ろうとした。聖徳天皇と同教は、宇佐八万宮に神託学だったとして、道教を皇位継承者に擁立しようとしたが、藤原桃川や和け清まろに阻まれ、770年の聖徳天皇の没後に失脚した。 公認天皇を擁立した藤原北家の藤原長手や藤原指揮家の藤原、義継、桃河原が躍進した。公認天皇はこれまでの天武天皇の血統ではなく、天智天皇の子孫であった。公認天皇は官人の人員を削減するなど、財政禁縮に努め、国司や軍事の監督を厳しくして、地方政治の粛清を図った。しかし、 780年では、道の区国で、維持あざまろの反乱が起きるなど、東北地方では、蝦夷の抵抗が強まった。784年強まってきた、自社勢力からの脱却のため、関武天皇が、山城の国長岡の地に、新たな塔を造成したが、工事責任者の藤原種次が暗殺され、関武天皇の弟沢原新郎が捕まる事態となって、794年。 新しい都の城を造成し、山城の国を山城国と改め、心境を平安系と名付けて戦とした。この戦とをもって奈良時代と呼称される時代は完全に終焉を遂げ、平安時代が始まる。政府は学生や僧を唐へ留学させ、様々な文物を取り入れた。また、朝鮮半島との交流も盛んであった。これらの交易物などは、 小僧院宝物でも、その一端をうかがい知ることができる。716年には、安倍中丸、き備まきび、宋玄坊ら等に留学した。彼らは、当時の列島に、様々な文化を持ち込んだ。712年にできたとされる、古事記は、宮廷に伝わる、定期、九字をもとに、天武天皇が、冷えたあれに読み習わせた内容を、元明天皇の時に、 大野のやが出録したものである。神話、伝承から水古天皇に至るまでの物語であり、多くの歌謡を収載している。高等の日本語を漢字の音、句を用いて表記されている。それに対し、七百十四年に、ききよひと、三宅藤まろに国史を先週させ、トネリ神皇が中心となって神代から、児童天皇までの歴史を編集、七百二十年に、 戦場されたのが日本記30巻、経図1巻である。これは中国の歴史書の定裁に習ったもので、漢文の変年体で記されている。この後、日本三代実録まで漢文聖史が編まれて、六国史と総称されるが、日本初期はその講師となったものである。また、政府は百十三年には諸国に風土記の編纂を命じた。これは、郷土の産物や、 山や川などの自然、あるいはその由来、古老の言い伝えなどを収めた知種である。出雲国風土器がほぼ完全に伝存するほか、日立国、張馬国、文豪国、非全国の風土器のそれぞれ一部が伝えられている。これは古代の地方の様相を示す貴重な文献資料になっている。文芸の面では751年に現存最古の監州、 開封草が編集され、大友美子、大津美子、文武天皇、長屋王などの作品を含む7世紀後半以降の監視を収めている。奈良時代中期を代表する監視文の文人としては、大見の三船と石上赤継が著名であり、いずれかが開封草の編集に携わったであろうと推定されるが、確実な証拠はない。和歌の世界でも、 和道年間から天平年間にかけて、山上奥良、山部赤人、大友やかもち、大友坂の上のいら詰めらの歌人が相次いで現れた。万葉集は759年までの歌約4500首を収録した歌集で、有力天皇の歌が関東を飾っている。除名天皇、水古天皇以降の飛鳥時代、奈良時代の和歌が収められ、除名な歌人や、 宮廷人の作品ばかりではなく、あずま歌や、さきもり歌など、地方の農民の素朴な感情を表した作品も多く収められており、この中には、心に訴える優れた歌が多く見られる。漢字の音と句を巧みに組み合わせて日本語を記す、万葉仮名が用いられていることも大きな特徴である。東大寺の創建寺大仏殿復元模型奈良時代の日本仏教は、 神語国家の思想と相まって国家の保護下に置かれていよいよ発展し国を守るための法営や祈祷が盛んに行われた。政府は平城京内に大寺院を建て、聖武天皇は741年に全国に見事乗りして国武宗寺や天寺を全国に建てさせ、また両弁を解散の死として東大寺の造営を行い、743年には 土砂な仏根銅像の増流を発願し、国家の安泰を願った。大仏の増流は、がら器具で始まった。752年には、出家し、退位した、聖武大城天皇、光明皇太后、聖武の娘である、孔賢天皇らが、東大寺に行行し、大仏の海岸供養を行った。さらに、孔賢天皇が重訴した、聖徳天皇は、西大寺を建立した。 僧侶は、なんと七大寺などの寺において、仏教の教理を研究。なんと六州という学派が形成された。大規模な社教も行われており、特に光明皇后発願の一切教の社教事業は、大仏造流や国分寺造へと並ぶ大事業であった。元神第六回都会図仏教の発展は、元闘士に従って留学した道寺や、 元宝ら学問僧たちの努力によるところが大きいが、754年1月に6度目の航海の末に平城京に到着して、戒律や多数の経典を伝えた、当出身の元人和嬢、大仏海外供養の同志となったインド出身の菩提、センナ、菩提センナと同時に来日したチャンパ王国出身の僧仏鉄闘争同戦、また、 多くの白木僧ら外国出身の僧侶の活動に追うところも大きかった。朝廷は国境として仏教を保護する一方、僧二令などの法令によって厳しく統制し、僧侶になる手続きや資格を定めて仏教の民間布教に制限を加えた。狂気のように近令に背いて民間への布教を行い、弾圧された者の灌え設備や布施屋の設置、 道路建設などの社会事業に尽力すると、民衆の支持を集める僧侶もあった。行基は結局、その人気に注目した政府によって登用され、大仏建立に尽力したことで大僧正の総意を得た。他に、社会事業を行った人物としては、行基の死で宇治橋を作ったと言われる、道明、緊急した民衆を救済するための秘伝院、施役院を設けた、光明皇后、 多数の孤児を養育した、わけ広虫などがいる。618年、隋に代わって中国を統一した党は大帝国を築き、東アジアに広大な領域を支配して、周辺諸地域に大きな影響を与えた。西アジアや中央、アジアなどとの交流も活発であり、首都長安は国際都市として繁栄した。元層の地勢前半は、戒厳の地と称された。 周辺諸国も、唐と通行して、漢字、儒教、漢訳仏教などの諸文化を共有して、東アジア文化圏が形成された。その中にあって、日本の律令国家体制では、天皇は中国の皇帝と並ぶものであり、唐と同様、日本を中華とする帝国構造を有していた。それは、国家の統治権が及ぶ範囲を、叶い、それが及ばない外部を、 加害と区別すると、さらに加害を区分して、党を、隣国、朝鮮諸国を、初茂る、エゾ、ハヤと、南東人を、移敵と規定する、党位の小帝国と呼ぶべきものであった。律令に規定後、それを自負したり目指したことと、とりわけ、党や朝鮮諸国との関係に実態が伴ったか、どうかは別の問題である。東大寺の正創院、聖武天皇、 光明皇后に関わる遺品が数多く収められている630年の犬神の御た月に始まる日本からの遣唐使は奈良時代にはほぼ20年に一度の頻度で派遣された。大使をはじめとする遣唐使には留学生や学問像なども加わり多い時には約500人に及ぶ人々が4隻の船に乗って都会した。日本は唐の作法は受けなかったものの 実質的には唐に侵入する超広国の扱いであった。死者は正月の長がに参列すると皇帝を祝賀した。当時の造船術や公開術はなお未熟な点も多く、会場での遭難も少なくなかった。危険を犯して、検討したちは多くの書籍やあるいは優れた織物や銀器、陶器、楽器などを数多く持ち帰り、また、 当の先進的な政治制度や国際色豊富な文化を持ち帰り、当時の日本に多大な影響を与えた。中でも知識に対する、貪欲さは凄まじく、皇帝から貸された品々を売り払って、その代価で全て書籍を購入して積み返ったと当の政治に記されるほどであった。文物だけでなく、知識を身につけた留学生や留学像も日本に戻って指導的な役割を、 果たしている。特に、帰国した、キビ・マキビや元坊は、後に、聖武天皇に徴用され、政治の世界でも活躍した。白月の絵の戦いの後朝鮮半島を統一した、白ラとの間にも多くの施設が往来した。ところが、7世紀末から8世紀代の日本は、律令体制を築く過程で、中華意識を高めており、白ラを万国として位置づけ、 従属国として扱おうとしたため、たびたび衝突が起きた。これにより、検討士のルートも幾度か変更されている。白木は半島統一をめぐって、党と戦争中であり、背後の日本が党側につかないように、党を牽制するため施設を送り続けていた。党と交戦している状況であったため、8世紀初頭までは、日本側の朝貢形式を容認していたが、 国会の成立後に党との関係が好転した白木は、長考してまで日本との関係を維持する必要がなくなったため、対等外交を主張するようになった。日本はこれを認めなかった。両国の関係悪化が具体化すると、白木は日本の侵攻に備えて築城する。日本でも一時軍備強化のため、節度使が置かれた。737年には、白木政党が議論に上った。 この時期に日本では天然党が大流行しており政治の中心人物であった藤原内丸をはじめとする藤原四兄弟、後位貴族が相次いで没して政治を行える人材が激減国内が混乱に陥ったため現実のものとはならなかった五十五年安氏の乱が起こり党で混乱が生じると白木に脅威を抱く会との関係強化を背景に 藤原中丸は白木への政党戦争を準備している。このように衝突には至らなかったが、日本側の要求に応じてまで国交を維持する、必要のなくなった白木は、施設の派遣を止め、779年を最後に途絶えることとなった。上記のような説には、異論が出されている。白木は、日本側の新章、状況形式の国章を送るようにとの要求に対して、 国交が断絶する最後まで、白木王の国書自体を一回も送らなかった。白木が党の圧力を受けている間は、白木の施設は日本への徴工形式を容認していたが、8世紀中央以降日本の徴工要求を拒否するようになる。白木王が日本に一度も国書を送っておらず、そもそも白木が日本の徴工体制を認めていたか疑問であり、 シラギの施設が現地で誤まかしたのかもしれない。また、川本義明はシラギが中国皇帝にしか許されない建元を日本により100年以上早く行うなど、その中華意識から考えて、上記のような説には一定の問題があるとしている。こうした一方で、シラギは民間交易に力を入れ、党よりも日本との交流が質量ともに大きく、 現在の焦燥院に所蔵されている塔や南方の宝物には白木商人が仲介したものが少なくないとされている。8世紀末になると県白木市の正式派遣は途絶えたが白木商人の活動はむしろ活発化している。713年、マッカツ族が主体となって旧皇屈理人と共に中国東北部に建国した牧界とは緊密な 施設の往来が行われた。渤海は、当、白木の大公場727年に、日本に、牧会氏を派遣して、国交を求めた。当、白木に挟まれ、加えて支配下の国水末括の反乱など、内外の危機的状況から、万国公倉の後継として、調工形式を求める日本に妥協し、調工施設とすることを容認した。渤海からの国書においても、 国会の危機的状況に比例、反比例して、日本の介意式に迎合する文言が増減した。日本側は国会を万国公国の再来として、その兆候を歓迎するとともに、白木との対抗関係から、国会との通行を極めて重視し、県国会主を派遣した。日本は、白木同様、国会に対しても、新章、上表形式の国書の送付を求めた。 墨会は、白木と異なり国書こそ日本へ送付したが、その形式は、刑というものであった。個人間の通信に用いる刑を国家間の公式文書に用いたのは墨会がアジアで初めてである。刑は国書に用いられる形式ではなく、個人間の企業を問う、初新文であるから、国書の一般的な目的には合致しており、本来、上行文書であるから、 相手国に対する低調な態度を示すことになる。このような個人的な通信文を国書に転用したのは、牧界の知恵だったと考えられている。あくまで、新書上表形式を求める日本側はこれを、たびたび批判したが、牧界は一貫して、新書上表形式の国書の送付を拒否した。結局、日本側も、刑を、慣例として認めた。例外的に、 牧海が、上表形式の国書を送った記事が続日本記に記載があるが、記事は法記年間にのみ集中しており、牧海からの経を上表とみなしたと考えられている。党との関係が改善されると、牧海氏の軍事的役割は低下し、公益の比重が重くなり、来日の頻度も増えていった。平安時代初期には、完全に変質した。年には、右大臣、 藤原おつぐが、墨海氏は商人であるので、今後は外交施設として扱わないようにと述べたほどであった。一方、日本から墨海に送られた国書は、天皇からの慰労証書形式であるが、その書き出しは白木に対するもの同様、一貫して、天皇系とい墨海国王あるいは、天皇系とい墨海軍王であった。この書式は中国に習ったもので、 中国では台等国内史特別に尊重すべき相手国に出す書式であった。牧海や白木を親族国としようとしたのはあくまで日本側の思惑であって実際は日本の思惑通りにはいかなかった。国家間の親族関係は官職の授与による作法を通じて初めて成立するが日本と白木、牧海間に作法関係は成立しなかった。 そのような関係がおのずから定調な形式の採用になった。九州南部は古墳時代に地下式横穴場か、遺体室味石管墓土工墓などの独特な母性が出現した地域であり、この地域の人々は古くは熊祖7世紀後半頃からはハヤトと呼ばれるようになる。5世紀末頃から徐々に大和政権の影響が浸透していたが、 大法律令が施行された時点でも依然として、律令性的支配の及ばない地域だった。699年に、美濃城、稲積城が築かれ、律令国家は、軍事力を背景とした支配を進め始める。709年には、早との徴工制度が始まり、朝廷において、江戸と共に移民族たる移敵が服属していることを示す。国家の儀礼において、 重要な役割を与えられた。しかし支配への抵抗も強く、特に720年には7年前に新設された、大隅国の国森明光志マロが殺害される事件が起こった。これに対して、律令政府は、大友旅人を対象軍として、大規模な軍を派遣後、翌年までかかって鎮圧した。その結果722年には初めて増積が行われ、 以後、ヤトの組織的な抵抗はなくなった。ただ、奈良時代におけるハヤトはあくまで長考の対象であり、大隅、薩摩の両国に反伝が行われるのは平安時代に入った800年のことである。一方、今の南西諸島からは、すでに7世紀の前半から死者が、大和政権に長考するようになっていたが、698年には、元異国士が南東に派遣され、翌年た、 夜日差し、夜おり土管が長江に訪れ、702年には行政組織としての種塔が設置された。南東からは工芸品の材料となる夜光街や赤木といった特産物がもたらされ、また南東へは鉄器がもたらされた。太宰府跡からは、塩備島、岩井島と書かれた木管が出土しており、また奄美大島奄美市の小港、 不和が抜く遺跡から夜行外による開催時制作跡が見つかっている。旧世紀になると国なくして敵なく、そのありて役なしと言われたように、律令国家の関心は薄くなっていった。歴史上、エゾと呼ばれる人々がどのような人々であったのかは未だに様々な論があるが、何であれ、中華思想に基づいた。 実料国家にとっては、自らの支配下の外側にある人々という概念でしかなかった。しかし、奈良時代になると、平常系の造営や、軍団の整備により、財政が悪化したことから、それまで支配下とは考えていなかった映像からも、調税するため、大規模な侵略を始めたことで、戦いが激化した。7世紀半ばに、阿部平蔵が、現在の秋田や津軽地方、 さらにその北方に至ったとされるが、8世紀初頭に、律令国家に安定的に組み込まれていたのは、今の山形県庄内地方や宮城県中部以南までであった。当時は城や柵が作られ、その周囲に柵子と呼ばれる民が、関東や北陸地方から移民させられて、工作に当たっていた。氷山遺跡は、当時の中心的な漢画であったと見られている。 平常戦都の前後から政府は急速な拡大政策を取る。708年には越後国に出羽軍を置き、712年には出羽国とした。また東海、東山道諸国の民を上策に移す。農耕や防衛に当たらせた。これに対してエゾは709年及び720年に反乱を起こすと、720年の時には、 道のくあぜちかみつけのひろひとが殺害される事態となった。政府は大軍を発して、これを鎮圧、新たに軍と作、さらにこれらを統括する施設として、多賀城を建設した。一方、日本海側では733年に、出羽作が現在の秋田市に移設された。その後政府は、エゾの市長を軍事に任命して、部族集団の間接的な支配を行い、 また個別に服属してきたものは、不臭として諸国に移民させられたりした。こうして、東北地方南部は徐々に、律令制の内部に組み込まれていくが、東北地方北部以北は依然として、律令国家の支配外であった。しかし、文化、経済の交流は続き、薩門文化には、出羽地方の古墳の影響を受けた、末期古墳が築造され、また、江庭市では、 和道海鎮も出土している。藤原麻丸政権は、対江戸政策も積極的に行った。757年に麻丸の壊す狩りが、むつ守るとなり、新たに勢力外だった土地に、物宇城及び、オ月城を建設した。また762年多賀城を改修し、江戸への供給を行うにふさわしい壮大な施設へと変えた。 774年には、モノウジョウがエゾに攻撃されて放棄され、780年には、イジアザマロが、道のくアゼチキヒロズミを殺害し、タガジョウを焼き払うという事態に至り、これ以降38年戦争と言われる果てしない、戦いへと突入する。戦いは、奈良時代の間には、決着がつかず、坂の上の田村マロの登場によりようやく収束する。後に、 藤原を継ぐにより、今天下の苦しむところは、軍事と造作なりと指断されることとなる大平洋戦争は、天皇の政治的権威の強化に大きな役割を担っていたのである。ありがとうございます。